今回はコーヒーや紅茶を飲むカップについてお話ししたいと思います。皆さんはコーヒーや紅茶を飲むときにどんなカップを使っていますか？この中で紅茶カップはどれだかご存知でしょうか？高さがあって直径が少し狭いようなカップ、高さが浅くて直径が広いカップ、高さが指一本分ぐらいあって直径が狭めのカップ、高さが少しあって直径が小さめのカップ。正解はこちらになります。紅茶カップは直径が広くて高さが浅いものだと言われています。この理由は、紅茶は熱湯で作りますが、出来たての紅茶をカップに注ぐと温度が高くてすぐに飲めないため、口が広いと温度が下がりやすくなるためとも言われていますし、紅茶の色のことを水色と書いて水色と言いますが、黄金色をした水色に光が差し込むことでとても美しく見えるために口を広くしているとも言われています。またカップの中に美しい絵柄が描かれているものが多くあるため、その美しさを楽しむためとも言われています。理由はいろいろあると言われています。このコーヒーと紅茶カップは、子どもの頃に母からコーヒーカップと紅茶カップの違いについて習った時のものです。コーヒーと紅茶カップが違うこと、それぞれを使い分けていることを教えてもらって、子どもながらにびっくりしたことを覚えています。こちらがコーヒーカップなのですが、高さがあって紅茶に比べて口は小さくなっています。こちらが紅茶カップなのですが、高さが浅くて口が広くなっています。これはコーヒーカップなのですが、紅茶カップが浅かったのに対し深くなり、口が広かったのに対して細くなっています。コーヒーを冷めにくくするためにこのような形になり、紅茶カップの焼き物の厚さは薄くなっていると言われていますが、それに対してコーヒーは厚みのある焼き物となっています。お友達からティーポットとティーカップのセットとしていただきました。だけどこれを見ると、高さもあって口も小さくてコーヒーカップにも見えなくはないので、こういうものは紅茶とは限らずにコーヒーと紅茶の兼用として使えるものだと思います。コーヒーや紅茶、それぞれの飲み物が美味しく飲めるようなカップの形、器の美しさがあるなんて、ちょっと優雅で素敵だなと思いました。またねー。